はようございます。おはようございます。社長なんかあれなんか休日のお父さんみたいになってますけど。休日のお父さんですか。やるね。はい。気合わせた。あーそうなんですか。いつものトレードマークが。しまったね。視聴者に迷惑かけるわ。本当ですよ。あれ誰ですかってなっちゃいますよ。そうだね。ちょっと面白い感じでね、今視聴率もぐんぐん上ってね、チャンネル登録もいっぱいしてくれてるんで。ね。ありがとうございます。ちょっとこんな格好ですけど皆さん、チャンネル登録といいね。ぜひお願いします。なんすかね、なんかいつもよりパンチ弱いっすね。あのこれ次の動画はね、今日まあね撮影もあるから、はい、はい。次の動画はちょっと着替え、あ、そうですね。取りに行って、はい、ね。お願いします。はい。じゃあちょっと上上がりましょう。はい、お願いします。はい、行きましょう。お、いますね。喋る、ペラペラ喋る。危ないかなみたいな。おい。なんだ。どうしようから喋ったんだお前の仕事中に。あ、なんか女とか聞こえましたよ。女とか聞こえましたよ。何喋ったんだ。お前急に仕事中に採用だよ。熱いちゃってごめんごめん。もう手は止まってなかったけど確かに。喋ったんだお前。やべえって。いややばいね。今思いっきり彼女の相談してます。なんだお前。ちょっとやべえ社長お前ら彼女。お前急に仕事真面目にやってんだよ。あれ。サボってました。サボってました。サボってましたね。サボってた。ダメじゃねえだろお前ら。何の話。ちょっと彼女と相談してて、うん、でこっちに来たばっかで、うん、ちょっと浮気せえへんかみたいな言われてて、ね、そう、あ、そう、彼女に、はい、言われてて、逆に自分もちょっと離れてて大丈夫かなみたいな、どうすかねみたいな、めっちゃ深刻じゃないですか。いやだからって喋った感じだよ。仕事休憩にやるんすよ。すいません。いやあれなんですよ、 YouTube 見て来たのか、はい、そうなんですか。え、 YouTube 見てどこから来たの。鹿児島から。でもう1週間2週間なんですけど、はい、まあまあ、彼女を追って、はい、まあ、彼女向こうに置いてきて、すごいね。でもね、やばいっすね、うん、じゃだからって泣きもするわお前の仕事もしてねえやつお前なんだよ。やば。手出しもんのっぽが、今上の方にいます。浮気されたの。いや、されてないです。あ、浮気し、あ、されたらどうしようみたいな。浮気って言われてるの。そう、こっちで女つくんじゃないみたいな。あ、女つくってたよ。あ、いや、この間飯食った後、もう帰るぞって言ったら、いや、女の子おるとこ連れてくださいよって。あれ名古屋の女の子、可愛いじゃん。まあ、ガンガン乗せますけど、カットしないやつ。マジでやばい。言い訳がやばい。つかないです。言い訳がつかない。下降りました。はい。説教タイムです。説教。最近説教多いですね。なんか。説教タイム。隣の説教でした。そう。ね、やっぱ寂しい。寂しいですね。まあ、最初まだ1週間ちょっとなんで。あ、今は来てるんですけど、帰った時、あ、また帰るか、もう帰るかって。もうやめる、帰る。いや、もう今週の日曜日に彼女来とったもんね、はい、これ来てるんで。あ、それでごちゃごちゃ言われたんだ。そうですね、ごちゃごちゃ言われたんだ。ネタ見て言われちゃってるけどね。じゃあ彼女の一応合図を送っとくかな。秘密の合図、はい、大丈夫。大丈夫じゃねえし。どう、仕事言われるだろうね。はい、嘘、負けとる、ね、負ける、うん、わかんないですね。勝てる。数回ぐらいしか死なってない。へえ。そんなないっす。かぶってないっす。変だよ。はい。もうでも楽しくなっていいな。若い子も増えていいけな。そうですね。うん、いいよな。これもう多いしな。いや、めっちゃ浮きキャラっす。いや、めっちゃ浮きるんですよ、ね。へえ。そう。一緒にやってると面白い。そう。よく分かってる。さすが。結構取ってるから160本ぐらい。しかも視聴率どんどん上がってるだろう。ぜひこれ、まあ、見てる人ね、うん、まあ、ちょっとさっきこれ2人説教しようってたもんで、まあ、チャンネル登録者減っちゃうかもしれんけど、ああ、こんなんだんだって社長いない時は。やばいです。これはもうこれもう本郷のハンマーに変えてか。いやいやいや、危ないです。ぜひチャンネル登録と、まあ、これいいね、そうですね、いいねだね、いいねだね、いいねって言ってちょっと遊ぶね。飛びます。ちょっと登録してくださいね。もう仕事は一生懸命やってるもんな、はい、まあ、毎回現場も目標決めてやっとるんで、うん、まあね、程よく
楽しく程よく一生懸命っていうのが、ね、まあ、仕事モットーだと思うんでね、まあ、毎日張り詰めねえけど、うん、まあ、さすがの女のことだね。はい、別れへんやん、はい、いいよ彼女見てるんだよ、ごめんね。名古屋の子かわいいだろ、みんな。いや、そんなことないです。でも言っとったじゃん、これ。え、あれ言っとったよな。言っとったよな。いや、悪い大人が隣にいますよ。言っとったじゃん、この間。この間、寺西君と3人飲みに行ったら、いや、職長と社長と僕と3人でご飯食べてるんですよねって。え、この安い中華料理で終わりですか。持ってます。俺先帰ったね。そうですね。もう帰るわ。来て2人で。帰るわ。で、寺西君と2人でキャンプ行ったんだろ。いや、言ってないです。真っ直ぐありました。会社に領収書を送ってきたんだろ。いや、ジミーの机の上に領収書を置いてた。やばいやばい。あれ。しかもそこ2名じゃなくて3名。小林社長。ペナルシーって書いてあるし、あれ一人一人足しました。領収書変えたらしいですよ。まあ、これ全部嘘ですけど。そうやったらボコボコ。優しい。じゃあ今日は塗装職人がいかにローラーを転がしながら隠れてくっちゃべってるか、くっちゃべる技術もね、うん、まあ、技術の時代ね、はい、仕事しながら、うん、ちゃんと仕事もね、おしゃべり、はい、技術も、はい、うぜえふうふうみたいな感じで聞いてねえよっていうところなんで、はい、まあまあでもまあ楽しく仕事やってますし、そうですね、まあちょっと本当はねこれ仕込みもあるからね、まあね、ちょっとね、ちょっと仕込んだ、ちょっと仕込んだ、ちょっとあのぜひもうちょチャンネル登録者増やすために頑張ってますのでのぜひチャンネル登録お願いします。はい、じゃあせーの、また見てね。申し訳ありませんでした。カロネさん申し訳ありませんでした。これあの全部仕込みなんで。そうですね。僕作り話なんで。社長の謝罪動画が。申し訳ありません。なんだろう、なんか、ま、マジでちょっとあの動画止めたからちょっとテンパ取ったから。あ、そうですね。その通りです。申し訳ありませんでした。今後ともうちもよろしくお願いします。謝罪会見みたいになったら大丈夫ですか。変わりました。